はい、こんにちは。任天堂スイッチ発売当初、めいっ子にちょろっと遊ばせたら中毒のように話さなくなったので、それ以降、めいっ子にはスイッチを渡していないめぐみでございます。任天堂スイッチの新しい遊び方、任天堂ラボというものが昨日発表されました。それについてちょっとおしゃべりしたいと思います。まあこれね、トレーラーパッと見てね、すごく面白い試みだなと思いました。いいよね、スイッチってやっぱ取れていろいろできるっていう設計で、それが大元の設計じゃん。だからそれを生かさないとつまんないじゃないですかっていうので、このままだとワンテスイッチはまあうまく利用して、で一応アームズもまあやってるかやってるけれども、もっともっと利用してほしいなと。でないと Wii U の時ここにゲームパッドつけて、発売当初はやっぱゾンビ U とかねあったけれども、いつの間にかここの活用があんまなくなっちゃったじゃないですか。だからね、せっかくそこをやってるんだったら、それが売りなんだったら、その売りの部分をプッシュしてほしいっていうのがあったんで、これはねもう Nintendo Switch ならではの遊び方かなと思って、すごく私は面白い試みだなと思っております。で最近私紙に戻ってるんですけど、これねパッと見ねすごい面白いと思うんですけど、どみたいな人多かったと思うんですよ。それはね単純でこれがゲームなのかどうかっていうところですよ。私はゲームではないかなと思ってるのね。要はおもちゃですよ。玩具ね、玩具の一種として出てきたものかなと思ってるので、やっぱりそう考えると任天堂っていうのはあくまでおもちゃ屋なんですよね。自分らでその言ってる通り、自分らおもちゃを作ってるっていうことを言ってるんで、ゲームというかまあおもちゃに部類した方が分かりやすい。だからいわゆるゲームを求めてるユーザーからすると、みたいな、ちょっとどういう その時どういう顔していいか分からないのよっていう顔になっちゃったかもしれないですけど、私は面白いと思っております。やっぱりゲームっていうのはさ、基本的にさ、まあ、ゲーム上の定義っていうのは微妙なものがあるんですけれども、例えばアナログゲームであればプレイヤーがいますよね。でプレイヤーがいて、ルールがあって、勝敗があるわけですよ。で戦って勝敗があるわけ、ルール上ね。プレイヤーが何人かいますと、アナログカタンとか何でもいいですけど、いて、ルールに従って勝負をし勝敗を決めるっていうのが、まあ、アナログの世界。それは駆け引きだったり頭脳戦だったり、じゃないですか。それは将棋もそうだし、チェスも何でもそうだし、それこそクロスワードパズルみたいのっていうのは出題者と徳川の勝負でしょっていう部分であれだと思うんですけど、じゃあデジタルゲームの面白さって何かなっていうところは、やっぱり私はボタンを押したら画面のキャラが動くと、これが根本で、そっからさらに、プログラマーが仕込んだ、そのルールをクリアしていく面白さかなと思うわけですよ。だからアクションゲームだろうが何だろうがあって、その楽しみのベクトルはいろいろあっていいと思うんですけれども、そこかなと思うわけ。クリアしてなんぼだ、勝負に勝ってクリアしてなんぼっていうところだと思うんですけど、だから任天堂ラボってじゃあこれゲームかって言われると、私はこれはゲームではないかなと思ってるのね。おもちゃかなと。一人遊びの、例えばレンガとか、レゴブロックとか粘土、紙粘土とかあるじゃないですか。ああいう類かなと。だからそれもじゃあ紙粘土とかって遊びなのか芸術なのかとかってもうその難しくなってっちゃうんですけど、少なくともこれはまあおもちゃの部類かなと私は思ってます。だからまあ着せ替え人形とかで、まあ、その低年齢層で考えると粘土とかレゴだよね。でそっからちょっと上になっていってガンプラとか出てきたりで、ミニ四駆とか出てくるじゃないですか。だミニ四駆なんですよね、多分私の中で一番これが近いものはミニ四駆は、世代だからね。今だと何になるの、ベイブレードとかそういうのになるの分かんないですけど、私はミニ四駆世代なんで、まあ、ミニ四駆をその改造して
ね、まあそれも大会で勝負とかあったんだけれども、まあ、だからこれもそういうのと多少入ってくると思うんだけど、基本的には自分で一番早く走らせるみたいな、勝ち負けっていうよりもとにかく思った通り早く走らせる、軽量化して吹っ飛ばないようにするとかっていう改造みたいなっていう、あの作っていく楽しみ、組み上げていく楽しみっていうのはあるのかなっていうのが思ったので、やっぱりミニ四駆みたいなのを、思いましたね。でワントゥースイッチっていうのはやっぱり試験的だったんですよ。そう考えるとワントゥースイッチってさ、あのぶっちゃけスイッチなくてもできるじゃん。あの新聞紙丸めてね、こうパンってやればできるしさ、あの古典的な遊びなので、あのスイッチがなくてもできるし、それこそ、その辺の紙をちょっとうまく使えばスイッチにあれと似たようなことができる。こうコロコロするのとだって、あれはコロコロするゲームをただデジタル化しただけでしょ。だから元があって言ってたらちょっと試験的だったということで、もうだからワントゥースイッチは過去のおもちゃなんですよ。で考えるとこの任天堂ラボっていうのは未来のおもちゃとして出てきたのかなと、あの作ってて、過去のおもちゃをあのデジタル化してみようテスト的にっていうのがワントゥースイッチで、じゃあできたから未来のおもちゃを作ろうっていうので、任天堂ラボなのかなと、思いますね。でこれね、まあだから私なんかが楽しめるかっていうとそこ微妙なんですよ。まあ、多くのゲームファンは違うんじゃないっていうおもちゃだからね。でただこれね、うちのもしね姪っ子に与えたらやばいと思うよ。いやもう大喜びでしょ。だってさ、メーカーがもう粘土ずっとこねてるし、段ボールで自分でおままごとセットみたいなキッチンとかをアマゾンの段ボールとか切り取って作ってるわけですよ、楽しく。ね、で、ぬいぐるみとか置いたり、人形置いたりして楽しんでるわけ。そこにこれ持ってきたらすげえ楽しいはず。で、ここにもしちょっとね、エデュケーションみたいな要素をつぎ込めば、これで、ね、完全に真剣ゼミとか学研の教材ですよ。はっきり言って、真剣ゼミは学研の、教材として使えるやつだ。私はパッと見て想像したのまずそこだったよね。これあれめっこはこれ今度島次郎でやってるよなみたいな、そういうイメージだったんで、そこかなと思っております。だからね、一個ねちょっと残念だなって思うのは、12月に出せなかったのかなっていう。12月に出してくれればクリスマスプレゼントとお正月とあってさ、これ欲しいとかって言ったら買ってあげやすい、リアスいじゃないですか。で、欲しい。なんで、このね、4月発売だっけ ?1 月に発表して4月。まあ、入学祝いかなだとすると、入学祝いになるのかなっていうところですけど、まあ、これがね、あとは値段的に、段ボールは1個別売りで1000円とかで売るのかな。で、カードリッジ込みの方でまずこっち買わないといけないんだけど、多分それ7、8000円って書いてあるし、何千円だっけ忘れちゃった、ごめんね高いんですよ。高いんだけれども、それぶっちゃ関係ないのね。なぜかっていうと、子供たちは自分の金で買うわけじゃないから、値段関係ないんですよ。だから姉ちゃん1本買ってってくるわけ。1本っていうか、姉ちゃんクリスマスとかお誕生日買ってってくるわけ。そこに値段関係ないんですよね、で親側もね、もうそれはある程度ね、持ってそれ想定してるから関係なくて、その欲しがっているものがどうであれ、まあ、買ってあげるわけですよ。だからあんまりここね値段高いかなって思ったら、一瞬ねうわ高えって思ったんだけど、でもそう考えると、買い与えるって考えるとそういうの関係なくなるのかなって。まあもちろんさ、任天堂スイッチっていうね、3万円っていうでかいものを持っていなければ話にならないんで、それ持った前提だけれどもね。で子供たちもこれはね、うまいことを任天堂がエデュケーションに結びつけるとお勉強になるっていう理由で買ってもらえたりできるんじゃないかなって思うんだよね。実際ね、トイザラスなんか行くとさ、すごいですよ。だいたいね、3000円のコーナー、5000円のコーナー、8000円のコーナー、1万円のコーナーみたいな、あれ値段で並んでますからねトイザラスも値段ありやね、すごいよね。だからそういう感じで任天堂ラボは
爆発的に売れるかどうかっていうと難しい。だってマリオは大人も買うし、スプラトゥーンだって小中高とかに高は分かんないけど小中に人気じゃん。あでも中、うん、中小だよね、やっぱこういうのはミニ四駆とかっていうのは。だからターゲット層が普通のゲームよりギュッと狭いので、そんなには数はいかないかもしれないけれども、こういうものはあっていいよねって思った、すごく。うん、まあそのゲームじゃないよ、だからおもちゃなんだけれども、ゲーム機を使ったおもちゃ、スマートフォンを使った、いろんなものあるじゃないですか今。スマートフォンを使った楽器だったり、スマートフォンを使ったそういう絵本的なものだったり、映像を見せるものだったり、いろんなものがスマートフォンを使ってあるじゃないですか。だけどゲーム機を使ったゲーム以外のものってあんまないから、いいんじゃないですか。すごくこれはね、子供喜ぶよ、こんなの。こんなのね、もうだって想像できるもん。めいっ子はもう離さないの、もうそろそろやめなさいって言わないとね、最初から「これとこれだけだからね今日は」とか言ったりさ、30分だけだからねっていうルールをしないとずっとやっちゃうと思うよ、こんなの。絶対面白いもん、こんなの。私らいやいいですよ、こういうのはね。やっぱりそれでそのゲームじゃないから、ゲームってやっぱここだけじゃん。だけどこう作るとなると、まあゲームの方が頭を使うわけよ、戦略だったり。それは計算的だったりするわけだけど、こっちはちょっと想像的になるのかわからないけれども、見た感じ創造性はなさそうだった、パキッパキッて折ってくるだけだったから。ただ子供に渡すと案外いろんなことやりやすから、それはそれで面白いんじゃないかなと思っていて、その親としてもここだけ使うよりは、こういろんなことをやってで全体でこういじってくれてる方が、まあなんとなくいいよねっていうところで、私はこの任天堂ラボっていうのはね、やっぱりスイッチらしい遊びって言った方がいいよね。ゲームっていうとだからちょっと違うから、スイッチらしい遊び方、うん、だからゲームではない、プレイ。いやでもプレイも日本語に直すあれなんだよな、難しくなっちゃうな。プレイプレイ、まあだからおもちゃです。ガングですよ本当に、うん、我々が子供の頃夢中になってさ、そのやったでしょ、ミニ四駆とかっていうのを。ミニ四駆今できないでしょ子供たち走らせる場所もないしさ。私ら子供の時はさ、プラモ屋にとかさ、プラモ屋じゃなくてもさ、まあブームだったからね、いろんな商店街の街先とかにね、サーキットっていうかコースがあってさ、みんな自由に走らせてバーって、すげえ騒音だからね、あったけどさ、今もうその子供たちの遊び場がないからさ、こういうので遊ばせてあげるっていうのはすごいいいかなと思いますよ。でおもちゃがね、独創的なことをやるかっていうと、まあソニーのさ、トイヨっていうのにこれ似てるってパッと出た時に、発表された時コメントバッて出てたんだけど、そういうなんだろう、まあ任天堂おもちゃメーカーだけど、ソニーとかもトイヨとかやってるし、おもちゃを何、スティーブ・ジョブズ的に言うとレボリューションしていくっていうのはすごいいい試みかなと思います。だからまあ一定数売れるし、一定数濃厚なファンがつくとは思います。そんなわけで、だからまあ私は買うかどうかっていうと、うん、多分買わやめとこう。それはそういうことはいいです。買う買わないはもうそういう話はいいんで、置いときましょう。まあ遊びで買うかもしれないくらいで思っといて。そんなわけで任天堂スイッチで段ボールでね、ゴニゴニする任天堂ラボのちょっとした雑談でした。またお会いしましょう。バイバイ。